これもいいよね。この全然こういうイメージで聞いてなかったなと思って。なんか日本刀持ってシャキーンってイメージじゃないこれ。もう完全に中近東なんで、ね、僕らはあっち側のアレンジに走るしかないと思ってやってた。ああ、生まれた曲が中近東にいた時に生まれた曲だもんさ、さあね。だからもうその匂いを出せる日が来るまであの曲は。レコーディングしないっていう。へ、それを今回、あと一番新しいアルバムでやっても大丈夫っていう、なんか土台ができたからやってきたんですよ。なるほどね。まあ歌詞違う、ちょっと違うからまたさ、こう受け止ま、なんていうのか、曲そのものの受け止め方も違う。サザンみたいですよね。こういうアレンジにしたら余計に。これ？うん。サザンのあの謎のどこの国かわからない感みたいな。へえ。なんか。どっかのそういう音楽のように聞こえるんだ、メロディーは聞こえるんだけど、うん、アレンジがこうとても日本的みたいな、こう謎の国感みたいな、異空間みたいな。でもこの歌詞って異国の感じする？そうですね、なんだろう、異国というか、匂い、メロディーがね、僕はそう思う。あ、そうなんだ。へぇ、もともとのメロディー。でもこれすごい日本の音階なんで、へ、似てるんだなと。この、へ、日本に歌謡曲とかに短調が多いのと同じ理由で、近しい存在なんだ。日本人、フランスのシャンソンが好きだったり、タンゴが好きだったり、日本の音楽の下地に短調があるから、短調を基盤にした音楽のことがあるから、親しみやすいんですけど、それと同じルールと思ったりそうか、こういう方法があったかみたいな気持ちがあります。